こんばんは。皆さんたくさんありがとう。アイスクリームたくさんだ。ありがとう。こんばんは。前髪切ってないんよ。こないださ、前髪ね、結構ねポーチの中にしょっちゅう入れてるのよ。なんかイベントの時とかすぐ切れるように、何があってもいいようにポーチの中にハサミをね、前髪切るハサミを持ち歩いてるんだけど、その感覚でこの間福岡行ったじゃないですか、イベントというか PR で、飛行機乗る時にも持ってっちゃってハサミを回収されたんですよね。そっから今お家にハサミなくてそう、検査場通るちょっと前に、え、待って今ハサミ持ってるかもって思って確認したら持ってて、はい、目の前ですいませんハサミ入ってますっていう、はい、でそっから変えてなくてハサミを、そうやらかしてしまったのよ福岡行く時に。そう、わかる、私もね、なんかなん、もう5回目ぐらい福岡から東京に行き来する旅に毎回なんか知らん、私なんか刃物持っててあっと思って、はい、何度もこれまでもいいこととなくなんだハサミというかよく取られてんの。だからなんか初めて飛行機の初めてっていうか、すごい小学校、中学校わかんないけどぐらいに結構久しぶりに飛行機乗った時はもう取られたのよ。その時は結構メンタルきたんだけど、あーみたいな、大事なやつが取られてしまったっていうメンタルきたんだけど、もう最近もうメンタルも来なくなった、もうあーまたやってしまったっていうその落ち込みもあるけど、なんだろう、なんかまたやっちゃったっていうねはい、毎回言ってる、忘れる、なのに忘れる、なんか連続して飛行機乗ったりすると思い出すから、ハサミ持っていかないようにしようってなって置いていけたりするんだけど、結構久しぶりの飛行機だったもんだから、その飛行機のその刃物制度を忘れてしまってて、はい、やらかしてしまいました。なので今前髪を切るハサミがお家になくて、なんだろう、髪とか切る用のハサミはあるんだけど、それじゃあ前髪切れなくて買いに行かなきゃと思いながらなかなか行けてないので、前髪切れないの。だからなんならこの間ちょっと短く切っててよかったと思ってこんだけ切れない日が続くとそう、ちょっとね、よかったと思いながら。 KZT さんよろしくお願いします、ありがとう、コメントまで、はじめましてそう、なんか今いい感じじゃない、だからポジティブにこおありがとう、ようちゃんお誕生日待ってたよ、ありがとう、タワーまでありがとう。では行きます。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Yo-Yo-chan. Happy birthday to you. おめでとう、おめでとうございます、Yo-chan。ありがとう。オンラインでもね、教えてくれて、二度もお祝いできて本当に嬉しいです。ありがとう。素敵な年に一緒にできたらいいなと思いますいつもありがとう、これからもよろしくお願いします、嬉しい、いつもゆうかちゃんに癒されてます、これからもよろしく、ありがとう、嬉しい、こんな私もね癒しとねこう思ってくださってめちゃめちゃ嬉しい、これからも癒せるように頑張るね、ようちゃんありがとう、嬉しい、素敵な一日のまあ締めくくりですかね、終わりの方をねこう
一緒に過ごせて嬉しいです。ありがとう、今日起きててくれて、来てくれてありがとう。これからもようちゃんラブです。ありがとう、嬉しい、ありがとう。タワーまでくまちゃんしとこ、くまありがとう、ありがとうございます。嬉しい、サムさん、くまさん、ありがとう、ありがとうございます。で今日はあのオンラインのとかのイベントが受付中なんですけど、昨日、今日と明日までね、あのセカンドシングルのオンライン個別お話し会の日程をね、日程は決まってるんだけど、日程にこうの、まあ、お洋服をちょっと決めれたので皆さんにご報告をしたいと思って、一個一個そう、まだねシングルの期間もあるからさ、まだちょっと先の気持ちもあるけど、なんだかんだね受付もありますし、そうちょっとファーストシングルでいろんなのに挑戦をするっていうあの心臓がやっと備わってきたのでちょっとみんなより遅れをとって、あー睡眠時間のリマインダー来ちゃった、ちょっと休みモードに、あのねやっとこう心臓もね来たわってきたので、ちょっとゆっくりなスピードではあるんですけれどもそうなので、ちょっとセカンドシングルはね、もっといろんなねものに挑戦できたらなと思っています。で10月10日のハロウィンはちょっとハロウィンの内容は決めてないんだけど、全くまあハロウィンっぽくできたらいいなと思ってます。去年は黒猫をしました。今年はどうしようかね、まだ全く決めてない、ハロウィンな感じをできたらなと思ってます。しげちさん、アイスクリームありがとう。サムさんね、嬉しい。そうで、その11月4日がくまちゃんヘアで、あのくまちゃん前はこっちにしたんだけど、こっちでねちょっと自分でできるんじゃないかなと思ってやってみようと思います。お洋服もちょっとブラウンな感じのブラウンな感じで、秋だし、そう秋だからなんかこう茶色のお洋服着たいなっていうのもあって、ちょっとブラウンな感じでくまちゃんになりたいと思います。はい、くまちゃんです。で11月9日がもこもこなサメさんになろうと思いますもこもこなサメさん、なんかもうほんとこのまんまなの、なんか このままなの、もこもこなサメさんになりたいと思います。ちょっとゆるゆるな感じで、あなんかね、そう何しようかなって思っていろいろなんか調べたり見てたりしたんだけど、モコモコのサメさんがすごく可愛くってモコモコのサメさんになりたいって思ったの。結構ねモコモコサメさんは私お気に入りですごくやってみたい、個人的にお気に入りで気になるそうモコモコなサメさんなの、なのでちょっとお楽しみにな感じで、で翌週かな11月16日は高めツインテールの感じをね、高めツインテールなんて本当にしたことなくて本当にしたことないんだけど、まああのねこう先に決めるとさ、もう今4ヶ月ぐらいこう準備が、心の準備ができるわけじゃんそうなので、まあ、できるんじゃないかなっていうのと、あと絵文字がねちょっとハート黒っぽい感じのね、ちょっとダークめな感じなんだけど、ちょっとかっこいい感じの高めツイな、なんか私の想像とするなんか像があるんだけど、どういう感じかって言ってちょっと難しいんだけど、なんかそういうなんかすごい激甘ってよりかはちょっとかっこいい感じのなんかこう甘辛な雰囲気ができたらなと思ってます。ちょっと洋服とかもねいろいろあの考えながらちょっとやっていきたいと思います。そうでもちゃんと高くする、ちゃんと高くしますね、こんぐらいはする。高くするのでお楽しみに。
次の日がギャルです。この2日間私すごい、あのこの2日間で私の心臓すごい強くなる日だなと思ってる。自分で決めたんだけど、ギャルはちょっと準備がいるかなと思って、あの準備ができそうな日曜日にしてみたそうギャル嬉しい、絶対見たい、絶対見て、もう次いつするか分かんないからリシ楽しみ、似合うかな、ちょっとそれまでにさメイクとかも研究したいよね。そうこの2日間は特にあの私の心臓があのもう今までより強くなってると思うじゃないとできないからそうね、このアリスが、そう直近だとこのアリスがやってたからやりたいなと思って、可愛かった、ちょっと学ぼう2人にねそうで、その翌週、翌2週間後になるのかな、12月1日はギャルピとかもしたいねすごいなんかさ、お話し会の時さ、あのギャルの日すごいテンション高そうじゃないイエーイみたいな分かんないけどね、なるかもしれないねで、その次の日はちょっと一旦自分の心を落ち着かせようっていう、モノトーンで私の好きな感じのモノトーンでいこうかなと思いますモノトーン、でもモノトーンもあのちょっと考えてる、ちゃんと T シャツ1枚にはならないようにはしますお話し会なのでそうちょっとね、あの私服が全然ないからこれまでちょっと私服を入れつつ、12月7日の冬のデート服みたいなのをなんか入れてみたんだけど、なんかまあ冬の私が想像するなんか冬の女の子ってすごい好きなのねいやそれになりたいと思って冬でなんかこう雪なんか想像しながら、雪が降ってるなっていう、雪の中こう可愛い女の子がいるなみたいなのを、あの私はなりたいと思ってなりたいと思ってちょっとデート服入れてみました。これは多分可愛い系だね、か多分っていうか可愛い感じになると思う。その前の週が割とモノトーンだからクールな感じなのかなと思うので、割と締まる感じだと思うから、デート服は、まあ、ふわふわな感じじゃないかな、冬だし。なんかきっと白とか選びそう、まだ決めてないけど白とか選んでそう私だったらはい、デートしようねな感じで、12月15日最終日がまあこれはサンタだなと思ってサンタにします。サンタさんです。はい、去年おととしはサンタして、去年は配信でサンタをしたので、はい頑張りたいと思います。一番何が私の心臓をあの驚かせるんだろう、なんか驚かす、その心臓って言ってるのは、普段この私がなんだろう、それとびっきりなんかこうとびっきりなことをしなさすぎて、あのそれをしている自分に自分がびっくりしちゃうんですね。心臓がびっくりしてんの。だからもう鼓動めっちゃ速くなってんのね。そう。なので、そう今ね、こう決めた段階でちょっとね気持ちドキドキな感じなんだけど。そう。迷う、嬉しい、迷うとこ全部ぜひぜひお待ちしてます。そういっぱいやっぱね、お話し会もみんなにねこう。みんなと話したいし会いたいなと思って、みんながどうしたら楽しんでもらえるかなの一心でいろいろね挑戦してみたいので、私もそうぜひぜひファイト、ありがとうやぞひろくん、頑張っちゃうよ、ありがとう
嬉しい、頑張ります。おお嬉しい、全部来てくれるの、ありがとう。いっぱい目でも収めてほしい。きっとね、私は当時の当時じゃない、結局当日になったら写真あげると思うけど、どうなるか分かんないからね写真撮ったか分かんないからね。まああげると思うけど、さすがにあげると思うけど分かんないからね自分でもそう、まあまあまあ、ぜひ会いに来てください、待ってますちょ自分でもね、その走行に関してはちょっと分からないね、嬉しいお誕生日の日もありがとう。16日ってちょっとまだ自分もすごい、ツインテールでお誕生日お祝いしちゃったな、まあまあいろんなね日があるけど、ぜひ会いに来てくださると楽しみだね。セカンドもファーストも、今日ね、あの浴衣が届いたの、選んだ浴衣が 2日、ファーストシングルのオンラインお話し会に2日日程があるんだけど、浴衣の日がどっちも違う感じで可愛かった、早く着たいって思って浴衣ほんと大好きなの私。今週ね、あるね、浴衣は、浴衣とリボンあるね。そう、そうだよね、はじめましてできる方とかも多いよね多分。浴衣とか結構初めてって聞くこと多いかも、皆さん嬉しい。ピンク、ピンク去年白ったし、確かに白ピンク系だったかも。私はね、紺が一番お家にはあるかな、紺の浴衣が一番多くて、その次ピンク、赤ピンク系かな、もしかしたら、うん、どんな感じかな3度目まして、どの日程取るか、どの日程一番早い日、なぜなら早く仲良くなりたいからです早くみんなと仲良くなりたい、私来る時だけせっかち出ちゃうから白のワンピース、もう夏祭り恋しちゃう、しちゃうやんねえあの自己紹介のプロフィール欄にも書いてるんだけど、あのんびりな人せっかちな日があるんだよね本当に。8月10日の秘密の日は多分もう村山優香じゃないかもしれない今ね、いろいろ練習してるだから村山優香じゃないかもしれないんだけど、お楽しみにお母さんは登場する、誰なんだろう、わかんないけど多分村山優香じゃないかもしれないけど、ちゃんと村山優香のあのね部には入ってきてね、あの間違えないようにしてね。でも村山優香じゃないかも、いつ8月10日だっけ、秘密の日8月10日ですはい、で自分もね鏡で見てさ、自分じゃないって思うの誰誰ってなりながらはい、誰山優香でお楽しみにお誕生日はもちろん村山優香じゃない人がお会いしちゃうのかな
そうリハしてる一人で。今日もちょっと高めツインを練習しようと思います。だから髪ストレート、まださすがにツインでは配信はしないのでこの後そう練習しようと思います。今はしないよ。いた、腕打った確かに村山優香で申し込んだはずなのに村山優香じゃないなってなっちゃうかも。5秒だけしてみません。もうみんながこうやって想像するしかないよね。ももかんね、部がね、ももかとねすれ違わないんだよ。たまに会うけど、私がめっちゃ遅くまで残ってる時はたまにももかに会うけど嬉しい。でもなんかあのいろんな自分に出会えるオンラインは私は好きよ結構なんだかんだで楽しいなと思いますすごい。え、ももかがリボン結びってかわいい。リボン結びすごい、ももかがそんな話をしてくれているの嬉しい。私のこと考えてくれてるの嬉しいねそうさっきねコメントでそうなんかそう見た、なんかももかが最近会えてないみたいな。本当に最近会えてないの、ももかに。え、ももかかわいいね嬉しい嬉しい。直接言ってくれてもいいんだよももかさん嬉しい。両結びかわいい、村山田より何十倍もかわいい村山田はあんま可愛げはないからさ、しっくりはくるけどそうね、そうしっくりはくるんだけど可愛げはあんまないよね、どちらかというとリボン結びかわいい。のみーさんのさ新曲のさなんかダンスのところ冒頭かな、リボン結びしてるさ振りあるじゃん、めっちゃ可愛くないですか。あそこで、そこめっちゃ目入っちゃうの、リボン結びといえばね。私はオッケー、オッケーって私そんなね、なんか決定権ないんですけど、ももかがこれがいいって思ったやつが一番いいって今度伝えておいてください。さすがももかさん、そう振り向く時めっちゃ可愛くない、めっちゃ可愛い、衣装もめっちゃ可愛い。夏っていいね、夏曲最高ね、嬉しい村山田ファンの皆さんいらっしゃる。確かにね、配信でね、あのももかのファンマークついてらっしゃる方結構見る嬉しい、来てくれてもうありがとうございます。もうももかのようなさ、なんだろう、ちょっととかさ全然言えないけど、そんな私でもね、私に来てくださって本当ありがとう初見です、はるさんよろしくお願いします。ありがとう、嬉しい ありがとう、みんな褒めてくれて。あいちゃんちゃんありがとう、はじめまして、よろしくお願いします。今日重い女になってたで、ももか今
今日ハイテンション。そうそう、圧ね、なかなか出さない、出せない、わかんない、難しい、大ダメージ、みんな心臓きたわるね、ももかんとこ行ったら。なんかなんだろう、なんかあんまさ、私さ好きとかさ言葉にするの恥ずかしいんだよね。お話し会だと結構本当に頑張って、あのね、せっかく聞いてくださってるからちゃんと伝えようと思って言ってるけど、こんな公の場で言えない、本当に言えない。本当に言えないの。たまに出る、いっちゃん怖い、本当そんなことないよ。そんなことないよ、ふわふわしてるでしょ。恥ずかしくない、いっぱい言えない。いっぱい言えないよ。うん、なんで照れてるのがいいん。なんでよ、ね、そう頑張るね、なかなかなれない。なんかそれこそお話し会のさ、いろんなお洋服挑戦してみようとかはだんだん慣れてきたけど、言葉にするの一番なれない。なれませんからね。エモーメント、ほんとごくごくまれにありますけど、今日はねスマホカバーを変えたのよ。そうルンルンですよ。今までさなんか気に入ってたけど、なんかだんだんさやっぱ汚れてくるじゃん、なんかもう落ちなくなっちゃって、いろんなもうなんか傷とかもパシャパシャ、から汚れが目立たない黒にしました。かわいい、なんかね黒にキラキラしてるやつなんだけど、前なんか雑貨屋さんで見た時にめっちゃかわいいって思って一目惚れしたのがあったのね、まあ、今みたいな形の持ってるやつ、そうあったけどサイズが13とかで合わなくて、私が違う機種だったから、あ、合わないと思ってどうにか入るかなって検索もしたんだけど、13は10 iPhone の13は14のケースに入るけど、なんかそれだと無理だったみたいで、私のだと無理だったみたいで、はあと思ってやむを得ず諦めたんですよ。それに似た、もう似たっていうかもう全く一緒なんじゃないかってぐらいに、もう私の求めてたスマホカバーがあって、しかもコスパも最高なのよ。ここ大事。そうだからね、もうすぐ買っちゃって、今日届いてもうルンルン、もうなんかスマホを見るよりスマホの裏見る方がテンション上がるもん今。そう可愛いのをねゲットできて嬉しいです。そう今までさなんかスマホのカバーお気に一時期お気に入りだったけど、もうほんと今日の今日まで、あのまないかったからカバーが。それしかカバーを持ってなかったから、なんかまあ使うかって感じだったので、もあんまりなんかもう人様にもあんまお見せしたくないくらいな感じだったの、気持ち的にはもう結構使っちゃってたのでね、もうどこでも見せちゃうぞの気持ち。もう超嬉しい、サムさんありがとう、I love you。 だから今日テンションが高いです。スマホなんか挟んじゃってて見せる場所がない。あ、充電コードが、何も見せれない。あ、こんなのです、黒のキラキラ可愛いでしょ。自社プリクラ挟んでます。
チが入っているので見せられません。分からんね、ここにね今一瞬待ったの、私がこうやってこう T シャツが出てもわからんぐらいのさ、何も見えんかったよね今絶対。でもねちょっと挟んでてね、ちょっと見せられる場所が少なくてごめん。そうでもねキラキラしてるの可愛い、すごく可愛いし、なんかやっぱ綺麗、なんかやっぱ綺麗、すごい綺麗、新品は綺麗だね。プリクラを挟んでいます。ハイテンションは割といつもだよ。こんばんは。前の捨てちゃった。捨てちゃった。くまきちさんよろしくお願いします。はじめまして。しげさんはじめまして、よろしくお願いします。ウィンク。限界突破、まあ、すごい眠いかすごいもう深夜テンションかすごいもうライブ後のアドレナリンが出てる時ね。限界突破。嬉しい、透明が、裏にゆくちゃんがいるの、めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとう挟んでくれて。たまにね ID フォト、うん、合ってる、なんか証明写真みたいなあるじゃん、グッズで。それはねなんかこうツーショット撮影会の時見たね、嬉しかった。イグザルトの時か。あ、耳フォトもあるね。君夢かな、よく見るのこんぐらいのサイズのね。嬉しい、ありがとう。ありがとうみんな。もう顔幼いんじゃない、1年前だよ、どっちも1年以上前じゃない、君夢なんてね。アブソリュートのステッカーかっこいいよね、わかる。私アブソリュートのねロゴめっちゃ好きなんよ、あのパーカーもめっちゃ好きで、冬は着てたな、今はちょっと暑いから着てないけど、アブソリュートはロゴがかっこいい、めっちゃかわいいし、かっこかわいくて好き。あ、制服のもあるね、確かに初期制服かな、あれは私が全部ポニーテールなもんで、いつの写真か、君夢の制服なのか、どっちなんだ、初期制服なのか。わあ嬉しい、ミラさんはじめまして、今来ましたって、ありがとう。体育館ディスコの宣伝見て本当にありがとうございます。あ、これだとちょっとぽい、体育館ディスコっぽい、ありがとうございます。ミラさんはじめましてで配信までありがとう。ぜひぜひこれから仲良くしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。嬉しい、巻いてないけど、体育館ディスコの髪型。ゆうさんも初めまして、ありがとう。嬉しい。ハーフアップはイグザルトかな、多分。私はハーフアップは今までイグザルトしかしていないかも、どうだっけ、多分そう。嬉しいね、横流す髪型。私もすごい好き、なんかね大人っぽく慣れているというか、なんだろう、気持ちが大人っぽくなる、落ち着ける、このこっちに持ってくると。体育館ディスコいいよね、楽しい。
みんなライブでフッフッと言ってね、ぜひ。まつげ何もしてないです。なんなら松葉も行ってなくて、今頑張ってビューラーであげたビューラー様様です。嬉しい。まつげ、またまつげ美容液の効果が出てきていると嬉しいな。可愛すぎます。ありがとう。絵文字が可愛すぎますよ。ありがとう、嬉しい。コメントをねしてくださるの嬉しい。そう、フッフーでね、結構あのどのサビも誰か飛んでると思う。フッフー、私は2サビの「ヘイヘイ」のところだけこうやってるけど、あんまやってないんだよね、フッフーばかりは。楽しそう。テンション高いね今日、なんだかんだで。最近ニアジャハマって、ゆうかちゃん一目惚れして、ありがとう。配信巡り、あら、ありがとう、巡りついてくれてありがとう、嬉しい。今日配信してよかった、本当に出会いに感謝、ありがとう。コメントまでめちゃめちゃ嬉しい。なんて優しいんですか皆さん、本当にね。これからいろんな村山由佳を配信でも、まあステージでも出せていけたらいいな。ね、嬉しい。お話し会、何か聞きたいことがもしあれば何でもお答えできますし、あのね、あの浮かばないよとか全然大丈夫です。私あのおしゃべりなんでもうあの構えず来ていただけると全然大丈夫だよ。あの大丈夫です。村山由佳好きの気持ちだけ持ってきていただければ、私はもうあの何でもお話しするから、もしねこう話飛んじゃったとかでも全然大丈夫だし、気楽に来ていただければ、それだけでもう来たいと思ってねくださるのがもう私は幸せなので。友達に紹介されてありがとう。信玄さんありがとう、嬉しいよ。お友達さんもありがとう。こうやってね、こう村山由佳の輪をこうみんなが広げてくれるおかげでね、こうやって新たなこう運命的な出会いをこうしてすることができてありがとう、嬉しい。これから仲良くなりたいです。名前も頑張って、今日初めましての方も頑張って覚えるので、メモるよ、メモる全部メモる、ありがとう、ね。あ、でそうだ、そう今日多分もうね、皆さんね応募してくださってる方が多いかもしれないんですけど、あのファーストシングルの体育館ディスコのスペシャルイベントっていうのがあって、あのそれがなんかすごいたくさんあるんですよ。個別撮影会とかお渡し会、直接会えるねお渡し会とか、あとスペシャルライブ福岡と大阪もあの約1時間くらい、結構がっつりもうニアジョイライブみたいなのとか、あとニアジョイ会っていう結構あの、まあ、まあ企画に特化した感じ。そう、まだ行けるかなそう、もうとかもいろいろあるのでね、そう今日の23時59分までなんですよまだいけるといいな。まああのね、ファーストシングルのそのスペイベ期間にも結構みんなと距離縮まるイベントばかりなのでね、今日ね応募したよっていう方もいらっしゃって本当にありがとうそうだね、 CD の中に入ってるものでねするから、ちょっと時間すごい、もうなんかね、オリンピック出るくらい猛ダッシュしないと間に合わないかもだけどちょっとまあね、あるよっていうのをね、応募してくださった皆さんもありがとうちょっとダッシュダッシュしなきゃかもだけど、まあね、今回間に合わなかったって方もあのセカンドシングルもねきっとあると思うので、あると信じているの
まずはその存在からね、みんなにこう知っていただければ嬉しいなっていう気持ちです。シーディアキラの確かにこのさ、ここ難しくない？私いつもクククトゥ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 ってなる。確かにそうだよね。ギリギリだった。わあ嬉しい。絶対ライブ行きたいし、ゆかちゃんのペンライトからなんて嬉しいの。本当に赤赤待ってるね。ありがとう。ライブもね、そう夏もあるし、まあツアーがね、多分マニアジョイだけでのすごい大きなイベントだと思うので、ツアーに向けてももっともっと私は技術を磨きます。まあ行くの以上もありますし、本当にもう今年が楽しみすぎる。ね、上半期もすっごい楽しかったし、ツアーとね2周年コンサートとかあったし、楽しみだね。嬉しい。だってなんだかんだでさ、ほぼ毎週会ってるくない？会ってるっていうか会えるくない？みんなに。そう、あとジャムさんとそうティフさんにも、そうなの、今年も出演させていただきますし、あのティフのタイムスケジュールが今日出て、そうそう出ましたね。ウィミーさんイコラブさんの前でした。嬉しい、嬉しいです、楽しい。そう、4日の夕方頃17時とかだったっけな、ちょっとまだ告知ができておらず、ツアー福岡あるの、私の地元福岡もあるな、嬉しい。そう、結構ね福岡行けるんですよ。地元にねいっぱい帰れて、なんと嬉しい。そう、2回も行けるんだよ、ベイベとね、ツアーで。レカルさんありがとう、チョコミントありがとう。今度はスペイベスペシャルライブか、スペシャルライブで多分直近だと福岡行くんだけど、あの飛行機にハサミを持っていかないように、もう家出る時からハサミを抜いて持ってこようと思います。だから忘れないぞ私は。もうだってさ、次のその8月のさスペイベで、あのハサミ持ってっちゃったらもう1ヶ月もない私の前髪ハサミ人生になっちゃうから、次新しくねこう我が家に迎える子が。すごい伏線回収みたいな。だから絶対に持ってかない。だって結構ね、あの100円ショップのだったんだけど、ハサミ自体は。でもこうね、約2年私が東京に来て約2年ずっと使ってた子だったの。やっともう最近も使い方も使い心地もなんかフィットしてきて、もうなんかもう このハサミだとうまく切れるみたいなものだったの。100円ショップだけど、あのそんなね、あのなんだあれしちゃダメ、もう本当に使いやすくて、もうすごい私はもうどんな時でも一緒にいたの。ハサミとハサミと一緒にいたの。ああ、エモくなってきたね。そうそう、別れは突然やってきたの、ある日一緒にね同じバッグで空港まで行ったんだけど、出会いは突然やってくる。ああもう今日ツボ変だからさ、もうねやめたいよね。しかもね、特に今日初めましての方なんてね、あのもうなんだってなっちゃうよね。ライブで赤いペンライト振ってほしいので、こんな姿をお見せしたくない、恥ずかしい。もっと まともになろう。楽しいよ。
ね、またちょっとハサミ明日にでも買いたいね。お話し会の時ハサミ必要になっちゃうから、前髪切ること多いので、お話し会の日は明日にでも前髪ハサミを買わなきゃ。キャラのつもりはないんだけどね、その私のことが。ね、そうちゃんと本当に空港持ってかないよ。ありがとう。なんかもう優しいね、ミランさん、ありがとう。かわいいその絵文字、私も今度使おう。ありがとう、お待ちしてます。嬉しい、サイン会とかね、にどんどん仲深められるように頑張ります。ありがとう、仲良くなろうね、ぜひぜひ。私絵文字ねすごい好きなの、モーメントとか、あの絵文字結構普段使わないやつ、ツイッターだとちょっとはっちゃけすぎかなみたいなやつとかも、なんか試しに使ってみるのとか好き。ブログも、ブログとモーメントはね、もう絵文字フィーバーで楽しいよ。すごいよね、だってさ一つ一つはさちっちゃい記号っていうかね、なのにさ顔になるんだもん、面白い。そう結構使う。そう最近ね、おはようツイートできてないの、起きれてなくて10時ぐらいになっちゃう。全然おはようじゃないの。ほんと？エビの今でもすごいね、面白い。ブログ、次ブログ私いつぐらいなんだろう。次いつだろう、早く見てほしいね。確かに、あゆみん絵文字で始まり絵文字で終わってるから、いつもぐらいのね、面白いあゆみんの絵文字。そう私は結構先です、今日コノアかなだった気がする、ブログが。なのでまあ1ヶ月は空くね。1ヶ月半くらい空くかな。私のブログ時系列がさ、あのすごいあの未来を言ってたり、あの過去に言ってたりして、考えながらたまに謎めいてる。自分でも確かに意外とね、気づけばもうブログだ。えっ、あと5分早い、やばい、誕生日誕生日13位の方からいきます。13位、ふみさんありがとうございます。12位、クロスさんありがとうございます。11位、いのちさんありがとうございます。10位、そうきくんありがとうございます。9位、レグルスさんありがとうございます。8位、やすひろくんありがとうございます。7位、しんさんありがとうございます。6位、広島の山ちゃんありがとうございます。5位、とどまるくんありがとうございます。4位、しげちさんありがとうございます。3位、サムさんありがとうございます。2位、ゲンさんありがとうございます。そして1位、ようちゃんありがとうございます。ハッピーバースデー、ありがとう、ありがとうございました。ゆっくり休んでね、みんなも。ありがとう、今日はありがとう、お祝いしてくれて幸せで大好き、ありがとう、私も嬉しい、ありがとう、素敵な一日になってたら嬉しいです、ありがとう、嬉しい、私も特別な日に会えて、配信楽しかったです、ありがとうございます。ぜひまた、次はいつかな、明日はできるかな、ちょっとわかんないけど、明日はわかんないや。またあの告知しますね。今日もちょっとギリギリだったんだけど、ありがとうございました、来てくださって、はい、ありがとうございます。あーグッドバッグ、私も好き、また来てね、ありがとう。初熊さんありがとう、嬉しい。
と3分あるからね、みんなまだ帰んないでね。あと3分あるから、せっかくなら一緒に過ごそうよ。ね、今日もありがとう、こちらこそ。なんかじゃあスクショタイムしようよ。今日は真っ黒クロスケだ、私。真っ黒しか情報ない。イエーイ。バイバイキューしません。なんだ、違うよね、絶対違うよね。違うよね。何がある、おやすみー。恋の墓押してよ。あ、じゃあここ、ここ、ここしよう。押してくださいね。見えないの、私の腕が邪魔してる。はい、ここに恋の墓待ってます。短冊は細長かったからね。じゃあ違います、ちゃんと、ちゃんと四角。A4 かな。ありがとう。みんなともハート。こっちの方がいいか。いっぱい取れた？あ、あと1分だ。ありがとうございます。あら、 X 待ってる。見に行きますね。みんなの、みんなのスクショね、見るの好きなの。なんかキラキラしてくれてめちゃめちゃ嬉しい。ありがとう。では本当に本当におやすみなさい。みんなよく寝て、いい夢見て、明日また一緒に頑張ろうね。バイバーイ。